そう、メメの位置重要だけどさ、だってこの子もさ、これが例えばね、ほら、もうこんなんだったら別人じゃん、顔。こんにちは、満腹マークです。今日作るのは、小さい時から大好きなミニチュアのあの子、シルバニアファミリーをアイシングクッキーで作ってみた。もうね、昔から大好きなんだけど、今日はそのシルバニアファミリーのお人形ちゃんたちを作って、ちょっと遊んでみたいと思います。今日作るお人形ちゃんたちは全部で3体でね、もうね、見て、間違えたくないから、こんな風に線を描いてみました。で、これで2枚くっついてて、ほら2枚くっついてて、この線が描いてある分の上から線が描いてない分があるの。だからここにね、描けるようになってるから、こんな感じで描いていきたいと思います。まずショコラウサギの女の子から作っていきますね。ちょっと見本をここで見させて、もうね、作っていきてるから、あ、でも見本見えない方がいい、なんかどっかで見たいんだけど。これめっちゃ便利だと思うんだけど、私の中でちょっと発明しちゃった。ちょっとこんな感じ。あ、やべ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 、こんなにずれるっていうくらい、ちょっと待って、ガムガムガム、ちょっと、あ、すごい嫌な感じ。よいしょ、ちょっと冷静になろう。こっちから始めるか。ちょっと待って、なんかめっちゃ間違える。ちょっとさ、真上から見てもいい？したら次は赤の服。これ簡単じゃない？このなぞっていくだけでいいっていうの、めっちゃ簡単なんだけど。アイシングが初めての人とかいいかもね、このなぞる方式。めっちゃ量出た。ポツポツ。ピンクでお花。マジでね、キャラクターはお花とか。口がマジで大事な気がする。あとお目目ね、お目目の位置重要な気がする。だってこの子もさ、これが例えばね、ほら、もうこんなんだったら別人じゃん、顔。黒が出なかっただけやけどさ、で多分これでもまだ別人なのよ。でもこれをちょっと伸ばしていくと、シルバニアファミリーちゃん伸びてるから、ちょっと伸ばしていくじゃん。またもうちょっとこっち。
ってすごい大事。最後に白をちょっと入れるの。じゃあ見て、急に目がキラキラになってきた。でこの子はお洋服に襟がついてるから、可愛い子ちゃんの襟を、つけて、襟。袖もちょんちょんちょん。ちょんちょんちょん。ここの袖もここ白、ここ線引いて、ちょん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 。あ、かわいい。ここよいしょ、三本線描いて、真ん中をちょっと横線つけてくれて、レース要素みたいな。よいしょ。でここにね、1,2,3,4,5 の花を、1,2,3,4,5 の花、これは今見せれないわ、あの画面では。次は男の子。結構お腹がね、ぽってりちゃん。私も口がとっても大事ですから。決め茶色い鼻なんかで、お耳黒。君も白い服がいると、そしたら次、ラスト、かわいこちゃん。ラスト、かわいこちゃん。お耳も硬い。これ、嘘、黒硬いよ。もったいじゅうに、これは硬いけど、硬くてもなんとかするのが、わいです。かわいい、この子、ワンピースがね、紫なの。私よって、手が結構にょき。ニョキってきてて、私よって手がニョキときてる。で、ピンクのおリボンつけて、赤い何かもつけてる。白いお顔、ぷにゅ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 。黒いお目目、黒いお花、かわいい赤ちゃんみたい。よいしょよいしょ、こうね、うん、大事な目の光を宿す。目の光、目の光、はあ、できた。か
かわいい。できたら最後にこの2人の耳をちょっと茶色く色を足していきます。お人形ちゃんたちができました。かわいい。ちょっと見せたいんだけど、見せてもいい？ちょっと待って、私の手汚な。私の手がすごくすごくアイシングクリームがついてるよ。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、かわいいね。めっちゃかわいくない？ちょっとどう？すごいかわいいね。なんか見たことあるでしょ。多分一番この子は有名なオーソドックスな子な気がする。二人目。男の子です。かわいい。この子かわいいでしょ？もう一人。ごめんなさい。うさぎじゃない子が色がかわいかったから作っちゃった。じゃじゃじゃん。パンダの赤ちゃん。あら、かわいいわね、あなた。どうしたの？どこに行くの？あなた今からどこに行くの？指くわえちゃって、めちゃくちゃかわいいねっていう感じの子を作りました。かわいい。チュン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 、ショコラウサギちゃん、ジャキー、でかっ。え、怖いくないですか？ちょっと、こんにちは、パンダです。やっほー、僕ショコラウサギです。なんて言ったって私が主役でしょ。ショコラウサギです。ちょっと遊んでみようか。今日はショコラウサギちゃんのお家でパーティーがあります。みんな、やっほー、来てくれたのね。私のお家へどうぞ。まあちょっと狭いところなんだけど、くつろいでて。え、狭くなんてないよ。すごく広い豪邸じゃない。待って、言いながら、うちもお母さんがお金持ちで、すごい大きい、まあこのぐらいの家には住んではいるんだけど、ショコラウサギちゃんの身なり的にこんなに大きい家に住んでるって思わなかった。ちょっとそれどういうことよ。まあまあ、みんな喧嘩するの。今回このショコラウサギちゃんたちを作るのが楽しかったから、いつかめっちゃ大作を作れるなら、お家をこれ何個も作って町みたいにして、ショコラウサギちゃんたちをいっぱい遊ばせるのをしてみたいなって思いました。それでは皆さん、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。また来週も見てね。バイバイ、またね。うん、めっちゃ美味しいんだけど、これどうしよう。